こんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、老害についてお話しようかと思いますけども、この老害っていうのはね、なんでね、老害って言われるのかというと、年を取ったからではないんですよ。年を取ったからではなくて、年齢を重ねてるのに社会の足引っ張りみたいなことしかできないから老害って言われるんじゃないかなと思うんですよね。例えば若者が悪いとかね、若者が感染を広げてるとか、まあ、こう根拠のないことを言うとかね。それからちょっと前に動画の方を見たんですけども、昔ね、そのローリング族とかパーキング族とか、いわゆるね、走り屋さんってのいたらしいんですよ。で、走り屋ってのは今いないですよね。スポーツカーも売れてないですしね。そういうのを見て、いや昔の若者はね、すごかったよねと、勢いあったよねって、最近ああいう若者いないよねっていう人がいるんですよ。でもちょっと考えてみてほしいのは、当時の若者は今ね、30年経って、まあまあそこそこの年齢になってるわけですよ。これがどういうことなのかってことなんですよね。だから昔の若者はっていうのは、要するに昔の若者、自分のことですよね。だから今50代とか60代の方が昔の若者はっていうのは、つまり自分を自画自賛してるってことなんですよ。これもね、若干老害とみなされやすいので、ちょっとまずいなと思うところなんですよね。で、これ私が思うのは、年を重ねれば重ねるほど老害ではなくて老益、さすがおじいちゃんおばあちゃん知恵者だよねっていうふうに言われるようなね、近所のおばあちゃんってなんかすごく物知りじゃないですか。なんかリンゴがね、黒くならないような秘訣を知っていたりとか、ちょっと片付け物する時の段取りが良かったりとか、肝心な時にこれでも持ってきなとか言ってね、空き箱を出してくれたりとかね、なんかね、すごくね、いい感じのところでもう知恵が回ってるっていうかね、本当ナスのヘタと、なんか老人の言うことには無駄がないって言いますけども、なんかそんなことわざだったと思うんですけどね。とにかく無駄がないってことなんですよ。だからそういうのを聞いた時に、私はその人を指さして老害だっていうのはね、誰も言わないと思うんですよ。あ、さすがだねおばあちゃんとか、いやさすがおじいちゃんがいて助かったよって、こういうことが積み重なっていって、まあ、日本の文化とか歴史とかってできていてね、で敬老精神っていうのはできてたはずなんですけども、なんで今ね敬老精神どころか老害って言われるのかと思うと、本当にね、害をなすお年寄りが増えてきたから、もしくは目についてきたからなのかなと思うんですよ。特に政治を司る方って思いませんか、老害っていう言葉がそこに向けられてるの。私も老害って言葉自体は好きじゃないんですよ。そういう言葉が作られてるのも嫌なんですけども、そういうレッテルを貼らないといけないぐらい、もう指さしてね、この人のせいだっていう風な論調も確かなのかなと思うんですよね。確かに誰かが誰かを害してるから迷惑を被ってる人がいて割り送ってるっていう図はあるわけですから、じゃあ誰がねそうしてるのかってことを考えていくと、確かに幅を利かしてる人とかね、鶴の一声みたいな人が間違った方向に大勢を誘導すると、それは老害と呼ばれるのかなと思うんですよ。まあ、誰とは言わないですけども、現在のね緊縮財政論、これをね唱えてる人っていうのはすべからく世の中に迷惑をかけていて、将来世代に月を回さないようにと言いながら、将来世代どころか今の世代にものすごくね負担を強いてるわけですよ。これを老害として、老害と言わずして何というかっていうところなんで、これに関しては私はね老害だと言っても仕方がないかと思います。これはね、ある意味ね、なんていうんですかね、風邪をひいてる人にあなた風邪ひいてますよねって言ってるのと同じような状態なんですよ。それを差別とかね偏見だとか言わないと思うんですよ。だって実際に風邪をひいてるわけですから。じゃあ緊縮財政論を唱えてるね、どっかの財務大臣とか、どっかのね、そうだったのかみたいな人ですよね。いや、これは害でしょ。だってとんでもない方向に、この日本を導いていって、ひいては次の、それこそね、子や孫の世帯にとてつもない負担を押し付けようとしてるわけですよ。無限財政論とかね、無限財政論ってどういうことかっていうと、増税をとにかく積み重ねていくってことなんですよ。税金って昔から考えて、高くなることはあっても安くなることってないんですよね。で、暫定的に設けられた税金も結局恒久的になっていくわけですよ。ね、揮発油税って知ってますかね。ガソリンの中に差し入れられた税金なんですけども、それはある一定の期間でなくなるとされていたのが、もう全然なくならないわけですよ。これはどういうことなんですか。いつ考えたんですか。若者が考えたんですか。若者が決めたんですか。違いますよね。お年を召された方が、その中の一部の方が決められました。まあ、ですので、ちょっとまとめに入りますけども、年齢を重ねるとね、みんな賢くなるんですよ。だから基本的には老益なんですよ。有益な方です。有益な方がいっぱいいる中で、老害というふうに言われる方が一部いるのも確かなんですよ。ですので、老害って言葉は、年を取ったら全員がそうなるってことではないんですよね。私が思うのは、一部の社会に迷惑をかけて、いまだに社会の第一線に居座っている方、この方に対しては老害って言葉が当てはまるんだと思います。ただね、やっぱり有益な人って、そこそこのところで退場していってしまうんですよ、残念ながら。ですんで、なんか隠居をね、してほしくない人が隠居して、
居座らなくてもいいような人が居座ってしまうというこのバランスがどうもね息苦しい世の中作ってるのかなと思います。まあ、ですんでね、近所のねおじいちゃんおばあちゃんに何ら負担を感じたことは私はないですね。皆さんもそうじゃないですか。どちらかというとテレビに出てくる人とかね、どっかのねコメンテーターみたいな人の中でお年を召された方っていうのが偉そうなことを言って何もなさないっていうことをねなんかしてるような気がするんですけど、皆さんどう感じでしょうかね。私はね今回のこの老害って言葉、あの香港さんのね香港チャンネルの第30回愛し謝る気あらへんっていう動画を見ながら感じたんですけどもね、よろしかったら動画概要欄に URL つけておきますのでちょっとこれご覧いただければと思います。それでは。